は。お疲れ、ありがとう。ハートもありがとう。こんにちは。じゃーん。ちょっと暗いな。浴衣着てます。こんにちは。今はお話し会会場からで、撮影がお話し会会場からしてます。浴衣やった、ありがとう。拍手、多分なんかセレモニーとかやってるんじゃないですかね。今楽屋なんですよ。お話し会会場だから多分ね。やっほー、 ありがとう。そう、ちょっとね、浴衣をね見せようと思って。限界だわ、これが。今楽屋です。やっほー。そう、髪飾りはお花なんです。そうなんです。こんな感じの浴衣です。じゃーん。配信します。20分ぐらい、何分あるっけ。次が最後の部なんですよ。今何時だ。40分から。髪型ね、なんかすごいこんな感じにしてもらった。5時40分か。ちょっとね、感覚がわからんくなって。浴衣よき？そう、なんか、水色にすごい見えるんですけど、なんかね、グレーの浴衣にしたんですよ。そう、そしたら、結構届いた感じ。水色っぽい。グリーンっぽい。紫と黄色のお花が、なんでここにも紫と黄色のお花が刺さってます。そうなんです。結構淡い感じの色で。そう、帯もこんな。もね、あと一部なんですけど、よろしくお願いします。ちょっとね、ゲリラでね来てます。お話し会ね、すごいたくさん来てくださって、ありがとう。さっきね、差し入れんとこ見たらね、551がね
差し入れにありました。食べたい。めっちゃ可愛い。ハートありがとう。ハートもありがとう。夜配信できない感じ。いや、夜配信はできると思うんだけど、浴衣は脱いで帰るので。そうなんですよ、浴衣もう脱いで、髪の毛も多分ほどいて帰っちゃう、わかんないけど、脱いで。どうもありがとう。ない今椅子を椅子に置いてるの椅子に置いて配信してます。そう、今は休憩中です。かわいい、ありがとう。最後の部来ますご飯チャンス。いやね、今日あんまお腹が空かん。でも今空いたそう、ちょっと配信ちょびっと早めに終わって食べるわ。かわいい、ありがとう。ハートも。帯苦しくないか。うん、苦しくない。なんかね、淡い色なの帯も。今日ね、ちょっとね、ハートありがとう。お話し会中にね、すごいことが起きたんですよ。なんかね、あのね、なんか外で写真撮ったんですけど、外で写真撮って、その後になんか、なんですか、葉っぱとかが多いところで写真撮ったんですよ。で、な、写真休憩中撮って、で、お話し会また戻ったんですけど、なんか首んとこになんかついてるよってそう、来た人がね言ってくださって、いや何だろうと思って、え何だろうと思って触ってパッと取ったら、イモムシだったんですよ。イモムシここにねつけてね、お話し返しててね、おおイモムシだこりゃみたいな、もうねあのびっくりですよ。イモムシ見せつけちゃって、もうありがとう。だからそう、イモムシだと思って、イモムシですみたいな。くすぐったくなかった。え、登ってたのかな首。いや、そうで、イモムシ持ったままお話し会ちょっとしていや、こんなことあるみたいな。そうやって、あ、イモムシなんかびっくりしましたね。ヨウムシがついてました。ありがとう。虫平気、無平気じゃないですよ。びっくりしました。だからおーってヨウムシだそんなことがありました。今日もびっくりですよ。ありがとう、音楽のやつ。ハートも。なんかね、ごねごねしてごねごねしてた。ふにふに。なんで？そう。しばらくしたらスタッフさんがそのイモムシって言って回収しに来てくれて、あ、そちらのイモムシみたいな。あ、どうぞって。そうなんですよ。これはトラブルでしたね。びっくりしました。多分ね、葉っぱとかについてて降ってきた。初めて知った。どうやって？マジか。
迎えに来ました。本当にサラピリ。本当ありがとう。お話し会、芋虫とお話し会。なんか信じられないようなことがありますよね、この世に。もう本当に本当ありがとう。あと1部だけ、6時間目。うん、1,2,3,4,5、6時間目。なんかすごいピンクですでね、めっちゃ近いんよ、お話し会。そう、初見さんありがとう。中村舞です。髪型すごいよね。本当あげようか迷ったんですよ、けどね、もうなんか久しぶりにおろすのもいいなと思って、おろしで。たくさん話せた、うん、ありがとう。あと一部だけよろしくお願いします。あと夜にね配信しますね。本当ありがとう。写真も載せるわ。ちゃんとスクショしてね。スクショした？撮影会、なんかね今日ね研究生が撮影会やってるんですよ。羨ましい。私も撮影会したい。どこありがとう。かわいいもありがとう。そうなんですよ。下駄ない。そうだよ、下駄履いてんの。見えた？スクショ、スクショするのは難しい。ペディキュアしてない。爪も落としたよ。そうなの、そうなんです。めっちゃ拍手してる。拍手しとこ。誰が祝われとんこれ。お祝いされとる誰か。盛り上がってます。なんか言ってるわ。
なんかね、お話し会ってかこういうのではお誕生日おめでとうって言ってる。なんかそう、生誕のなんかやったりするんですよね。誰だろう、ゆきりか、ゆきりか、さやかりん、さやかりんじゃない、ゆきりかかな。そうなの、おめでとう、おめでとうだね、おめでたいよ。誰のイベントかな、わかんない。ゆきりかっぽくない、わかんない。やだ、ありがとう。そう、私もね、前の時にやってもらった誕生日、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう、この楽器のやつ、かわいいもん、ありがとう。今ね、何分ですか。北海道14分じゃあ、あと5分後に壇上読む。かわいいポーズいっぱいしとこう。かわいいもん来たけん。声めっちゃ聞こえるし、多分向こう側、こっち側、これ仕切りがあってさ、こっちが楽屋なんだけどさ、多分こっち側にファンの方がいらっしゃるのでさ、こっちもこっちの声結構聞こえると思う、大きい声出したら。ありがとう。やだよ、大きい声出したくない。やだよ、一人で急に。かわいい、ありがとう。そうなの、ダメだよ、私パパがやらない。ママありがとうございます、お腹が空きました。めちゃめちゃなんかギフトありがとう。お花、さっきね写真も撮りました。生写真かな、生写真になるかな。おいは、ありがとう。振り向きお願いします。いいよ。だってむずっ、暗いな、難しいな。振り向けない。振り向けません。むずい。これでもう許してください。これ以上無理だわ。
暴れてませんよ。そう、なんか小物があったら、今日あれもあったのに、ラムネもあったのに持ってくればよかった。そうなんですよ、ラムネに綿菓子に肉まん見せて、あっちにあるよ肉まん。あ、フラッシュ点滅してる。そうそう、撮影ってか撮影みたいなやってるんですよ。ありがとう。じゃあちょっと壇上を呼びます。ありがとう、時間を教えてくれて。ちょっと待って、はやりんごさん、マクアラオンさん、ヨンキューさん、トマネパパさん、ひなぺこさん、ボンちゃんさん、ゆずきちさん、水軍スピリットさん、坂道 FC さん、たにたにさん、あさかさん、トールさん、かんずさん、ありがとうございます。笑顔のチャンス、そう、2番だった。そう、笑顔のチャンスかかってます。またね、ありがとう。それじゃあ一旦これは終わりたいと思います。ゲリラで、しかもちょっとだったんですけど、ありがとうございました。浴衣でした。バイバーイ。またねー。